あー大丈夫ということで、今日はこの覚醒剤をやって、ものすごい久しぶり、上の意向で出れなかったんだけど、今日は、みんな見てこれ、しっかりチンチンって書いてある、ポテトチップスだよ。チンチンって書いてあるポテトチップスは香港のウェルカムっていう名前のくっさいスーパーで買ったんだ。ママがね、ママがね、ご飯作ってくれるって言ってたんだ。絶対頑張るんだ、一流の科学者になるんだ。でソース、でソースね、これマジで辛いんだ。一回その食べたことがあるんだけど、もうずーっとその日はトイレにこもってて、本当だよ、肛門が擦り切れる。普通のポテチにデスソースをかけたバージョンと、このチンチンポテチだったらどっちが辛いのか実験していきたいんだって言おうと思ったけど、その普通のポテチを買う予算はない。あの無賃電車するタイプぐらいのレベルで予算がないから、まずチンチンっていうポテチをまず食べよう。いただく。あー辛い、あー辛いね。てかうめえ、チンチンポテチ。なんでこんなしっかりチンチンって書くのかな。チンチンは書くんじゃなくて書いた、書くんだよ。ママがね、意味わかんなくなってきたから、とりあえず絶対頑張る、やる、絶対にやる、頑張る。4点だね。うるせえガキ、集団疎開しろ。誰か、集団疎開は1日目はすごく豪華なご飯が出て、それ以降はあんまり全然出ないらしいよ、ひどいよね。あー怖い、久しぶりまで行くぞ。あーえ、何、突然目の前に光が、あーあー、お腹痛い、ご飯作ってくれって言ってたんだ。またそうやって嘘だ、みんなのために頑張るんだ、楽しんでもらいたいからね。この量いったらきっとやべえよ、やべえよ。まだ行くぞ、おい行くぞ、行く。ちょっとキャラが、もげない今日が作ってくれるって言ってたんだ。マッドサイエンティスト、マッドサイエンティスト、彼女は濡れててたよ。マグがよくよく、うぅぅぅ、飲み込んだ。絶対に焼いた方がいいよ。分かった。負けちゃダメだ。負けたくないなら、そこからだ。